菅原文治は、平安時代前期から中期にかけての苦行、文人。右大臣、菅原道真の孫で、大学等、菅原高美の次男。官位は、十三味、四季部大輔。須坂町の転業6年45歳にして、ようやく大作に求大する。文官として、内記、宇宙弁などを歴任。 14年の内期の時代に諸国に祀られている人義名号について、鉛や異界の誤りを正すなどの業績がある。弁官に任じられてからは、証明に従い、ジ略例と目録の戦参、戦国史書などの仕事に携わる。天略8年、村上天皇が初心に政治に監視意見を求めたことに応じて、天徳元年形成催眠の検知で政治の改革を、 指摘した論文である、意見封じ参加条を提出し、以下を述べている。遠遊朝までに正四位下に上り、上限三年四季部大輔に任せられる。天元三年苦行承認のために、可能性の少ない三位を諦めて、十三位の除位を願って、相上を行い、よく天元四年正月に希望が叶って、十三位に除せられた。同年九月八日皇居、去年八十三。 最終官位は、四季部大輔十三位。監視人として、詩集、文悪多集があったが三位本庁門随、不相集、和漢楼栄集に、監視作品が残されている。特に、和漢楼栄集には、本庁詩人中最も多くの作品が、再録されている。文字が不出来と考えていた詩文の草案を、門弟の吉重家の安種が逆に絶賛した逸話がある。 また、直線歌人として、周囲和歌集に和歌作品一種がいる首している。中気のないものは、苦行部人による。ありがとうございます。